毒ガイちなみのちなみにガチ恋 NG です。皆さんこんにちは、超大型新人 VTuber の毒ガイちなみです。この番組は毒舌罵倒何でもあり、超大型新人 VTuber の毒ガイちなみが日曜日の夕方という全年齢が聞く時間帯に合わせたトークをお届けしていく癒しのバラエティ番組です。イエーイ、もっと、はい。ということで今回のね配信は3回目になるんですけれどもね、収録的には2回になりますが、スタジオがちっちゃくなったんですよ。多分そのうちまじトイレの個室でやらされるんじゃないかと不安なんですけど、これはもしかして反響が悪かった？皆さんお便りちゃんと届けてくださいよ。はい、ということでね、まあ、皆さん今私はいつ撮ってるかっていうと、1回目のね初回の放送が終わった直後ぐらいに撮っているんですけれども、アーカイブをね新幹線の中で聞いてきたんですけど、あれ大丈夫なんですかね。なんかすごいなんかエゴサしたらクレーム1000件ぐらい来たんじゃないかみたいな感じのこと書かれてたんですけど、今日なんか打ち合わせ入ったけど何も言われなかったんで大丈夫大丈夫なんですよね。はいはい、あの給料もらえないと困るんでよろしくお願いいたします。本当になんかもうピー音ばっかりで、でもなんかピー音も私が中チュって言ってる時に中ピーみたいな感じで、なんか何も防げてないんじゃないかと思ったんですけど、ちゃんと仕事してほしいですね本当にね。ピー音ちゃんと入れてください。はい、今日もねあのとか中チュとかチュとか言っちゃいけないこと言っていくので、たくさんピー音使ってほしいなと思います。まあ皆さんねすごい楽しんでくれたようでよかったと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ではそろそろ始めていきたいと思います。最後まで楽しんでいってね。ちなみにガチ恋 NG です。毒ガイちなみのちなみにガチ恋 NG です。改めまして、毒ガイちなみです。ここで番組からお知らせです。初回からなんとねちょっとぶっ飛ばしすぎてしまったため、大量のクレームがね文化放送に入ってしまいまして、この番組なんと今回で終了します。っていうのは嘘で、まあね初回のねぶっ飛び声がね大変気に入ってもらえたらしくて、番組イベントを開催することになりました。ということで4月にスタートしたばかりのちなこい初めての番組イベント、その名も毒ガイちなみのガチイベ、5月18日土曜日に文化放送メディアプラスホールで開催いたします。普段の番組コーナーをイベント用にバージョンアップしてお届けしたり、イベント限定コーナーなども予定しているそうです。イベントの詳細は今後番組内でもお知らせしていきます。ということで今これ聞いてるそこのお前、そこの童貞のお前、今すぐ手帳を開いて5月18日土曜日を押さえてください。で昼とね夜とございますのでね、まあ、近場の方も遠方の方も安心して来ていただけるのではないかなと思います。2回とも参加しろ。チケット売れ残ったら困るからなお前、売れ残ったらやだからね、私自腹で買うことになる、なるならない、あならない、よかった。ここ文化放送から嫌な顔をされるそうです、気をつけます。番組が終わりたくなかったらね頑張っていこうと思います。まあ、何するかねまだ本当に全然決まってないので、なんかこれしてほしいとかねあったら教えてください。はい、イベントチケットは来週4月28日の放送終了後発売予定ですので、詳しくは番組 X をご確認ください。最近のねお話をちょっとしていこうと思うんですけれども、昨日ですねちょうどバブ太郎のお家でオフコラボをしておりました。うるせえ、文句あんのかよ、私だって昨日だったらそれは昨日なんだよ。いやでもちょっと聞いてくださいよ、今ね私が怒鳴った相手なんですけど、家賃がすごく高いらしくて、いくらなんですか家賃。
いや言えないような、多分少なくとも40万ぐらいのね VIP なんでね、これからねあの口とアナル舐めていこうと思います。まあそんなでバブ太郎ハウスに行ったわけなんですけれどもね、オフコラボとかしてね、まあ、バブ太郎もねあのラジオで文化放送を経験しておりますのでね、ラジオのコツなんか聞いたり聞かなかったり、全く聞かなかったりしましたね。全然話さなかったな。はい、ということで、まあ、今週がこうやって東京にいて、でその前の週がね京都に行ってまいりました。もうねクソみたいにね外国人多くてね、ゴミクソでしたよ。本当東京ももうすごい、今日上野行ってきたんですけれど もう外国人だらけで、この国はどうなっちまったんだと。そう、岸田見てるか、岸田配信見てるか、見てないか、見てないわ。岸田見ろ、チケット買えよお前も。ということで、もう外国人だらけなので、私もね外国に行こうということで、来週からはねベルギーに行ってこようと思います。そういうことです、交換です。そう交換留学生みたいな感じでね、ベルギーでね、いや楽しみ、何しようかな決めてないんですけどね、まあワッフルとか美味しいイメージありますし、あとね外国人のチッポって大きいので、ベルギーチッポがどんなものかねテイスティングしてまいりますので、皆さんね次回はねその感想が聞けるかもしれません。楽しみにしていてください。ではここからリスナーのね皆さんのメッセージを紹介していきましょう。さあ1件目でございます。ラジオネーム、単位を死ぬ気で数える大学生。やだ、もう思い出したくないの、あの頃の気わーこれ思い出しちゃう。本当に私ツイッターね全然ミュートワード入れてないんですけど、ミュートワード大学留年単位履修登録なんですよ。もう本当に手震え、今本当に震えてる、怖い、はーはーはー、読みます。ちなみ先生こんにちは。こんにちは、私は現在大学生で、教員免許取得を目指してます。私は教育学部ではないので、教職はついでのような感じで負担が大きく、正直免許取得を諦めたくなっています。ラジオネームの通り、今現在も教職関係の単位を数えて、授業を詰めて半泣きになっています。そこで塾の先生として働いていた経験のあるちなみ先生に、教師としての経験談や教師としての考えを教えていただき、モチベーションにしたいですということです。覚えてない、何も覚えてない。いやでもね、あのね、教育学部じゃなくて先生になりたいわけじゃなかったら、免許取得は諦めていいんじゃないんだろうか。まあね、もちろんね将来ね何かしら職業でこけてしまった時に教員免許があるとね、だいぶそうなんか社会生きやすくはなるんですけれども、そこまでして取るもんじゃないと思います。ということで諦めましょう。ではダメか、はい。教師としての体験談、まあ、やっぱりね生徒が、私がねあの違う教室とか行っちゃう時にあの色紙とかね書いてくれたりとか手紙書いてくれたりは嬉しかったですね。未だに飾ってありますね。それはもう何年も経つのにね。教師についての考えって何？教師についての考えか。生徒を性的な目で見ない。それは本当に大事ですよ。絶対にそれは大事ですよ。だから教師になっちゃうと本当にロリコンとかショタコンみたいな小説とか漫画が読めなくなるので、今のうちに堪能しといた方がいいかもしれないなと思いましたね。頑張って単位取得してね、私みたいに留年しないようにしてくださいね。はい、次の方行きたいと思います。ラジオネーム、古典芸員さん。独害ちなみ先生こんにちは。こんにちは。常識では計り知れない予測不可能なちなみ先生の楽しいラジオを楽しみにしておりながらメールを書いております。はい、ラジオという媒体をあまり聞くことはなかったのですが、動くちなみ先生の楽しいトークと後ろから聞こえてくる笑いの声が配信と違った新鮮さがあり、30分の時間があっという間でした。ちなみ先生が最近あった時間があっという間に過ぎた出来事は何ですか？もしよろしければ教えてください。ということで、すごい、なんかもうめちゃくちゃいい文章ですね。いやこれテンプレートにしたいぐらいすごい嬉しい文章ですね。ありがとうございます。だから私もテンプレート的に返すと思うんですけれども、何でしょうね。時間があっという間に過ぎた経験か。
なんかこの前なんか10分ぐらいしか時間が取れなくて、夜寝る前にですね、やっぱり明日朝早いしもう早く寝ないといけないって、私8時間絶対寝たいんですよ。だから10分で抜かなきゃいけないってなった時にどうしようと思って、抜くおっぴんをするおっぴんをしなきゃいけないってなった時に本当時間がない、どうしようと思って、でそういう時に限ってなんか今日はいつもの動画の気分じゃないなとかあって、なんか別のものを探し始めちゃって、そうしたらなんかその人の新作が出てることに気づいて新作読みに行っちゃったりとかしてたらね、1時間ぐらい経っちゃって、なんか気づいたらもうなんかむしゃくしゃになってしちゃうみたいな時ってあると思うんですよね。そんなことがありましたみたいな感じで大丈夫でしょうか。ダメかもしれないです、今の部分カットされるかもしれないのでちょっとそれっぽいこと言っとこうかな。なんだろうね、やっぱり君たちと一緒に過ごす時間は幸せであっという間に過ぎちゃいますね。ありがとうございますということで、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き私への質問、メッセージ、相談事、ツッコミなどなど、どんなことでもいいのでお待ちしております。宛先はちなみに @joqr.net、 ちなみに @joqr.net です。さあここからはときめき VR のお時間です。今日はトトセペチさんが担当されます。よろしくお願いします。ときめき VR 出張版 in 文化放送。このコーナーではときめき出演オーディションで上位にランクインした VTuber が心ときめく時間をお届けします。マンジ組見てる？おっと、本日はマンジ学園天然マンジ組、天真爛漫 VTuber ゴーホーロリのことせペチが担当いたします。ペチさんの心ときめくことはね、やっぱりリスナーのマンジ組ですね。ラジオを聞いてるみんなは最近ときめいてる？ん？何？私生活はもう充実している？マンジ組に入ればもっと楽しませてあげられるんだけどな。デビューしたばかりですが、毎日 YouTube で配信していく中で多くのリスナーさんに出会い、一緒に漢字の勉強をしたり、一緒にウォーキングしたり、リスナーさんにあだ名をつけたり、雑談や企画メインで活動して楽しい時間を過ごしているよ。ゴーホーロリなので飲酒雑談をしたこともありますが、お酒を飲みながら一緒にゲームをして、罰ゲームで黒歴史や恥ずかしい話を暴露させるという、思い出しただけでも笑けてくるね。とあるリスナー様がおっしゃってた言葉なんだけど、日々の生活で大人になると仕事に追われ、休日は何もせずにゴロゴロ、これは良くないね。でもペチさんと出会ってからは企画で歩いたり、ペチさんやマンジ組がいるから同じ方向性に進める休日も、ペチさんやマンジ組のことを考えるだけでなく、いろんな話をすることで自分の趣味を増えて有意義に過ごせているらしい。知らんけど。っていうことで、社会に揉まれながら生きていく日々、人生一度きり、人生もっとエンジョイしませんか？どんな偉い社長さんでも、 OL さん、学生さんでも、おじいちゃんおばあちゃんでも、配信来た時はみんな万事学園天然万事組の10歳。皆さんも無邪気な頃の記憶に戻って、一緒に遊んで一緒に学んで楽しい時間を共に過ごしませんか？今見てくれてるそこの君、マンジ組のクラスメイトになってみない？さあ、ということで、あっという間にお別れの時間になってしまいました。めっちゃ緊張したじゃん。うまく喋れたかな？マンジ組見てる？平日は毎朝朝活配信、夜は雑談配信をやっていますので、ぜひトトセペチの YouTube に遊びに来てくださいね。ペチさんの配信では最後にじゃんけんして終わるので、じゃんけんしたいと思います。それではいきますよ、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。今週のお相手はトトセペチでした。来週は私トトセペチと後の冬ちゃん、君の主ちゃん、3人が担当です。以上、ときめき VR 出張版 in 文化放送のコーナーでした。こんにゅー、アイドルアタック VTuber の推してみゆです。 VTuber になりたいけどどうやって始めたらいいの？と悩んでいるあなたへ、文化放送オンラインアカデミーをおすすめします。初心者でも大丈夫、
必要な機材やソフトの基礎知識から自分だけの VTuber モデルのデザインの考え方、デビュー前に決めておくべき重要なポイント、そして実際にモデルを動かしてみるレッスンまで幅広くカバーしてます。さらに OBS を使った詳細な配信設定、あなたに合った配信方法の探求、そして収益化へとつなげる具体的な戦略まで、全8回の動画講義であなたの VTuber デビューを全力で応援。実は私もこの講座の卒業生、初めは不安だらけでしたが、この講座のおかげで夢を叶えることができました。文化放送オンラインアカデミーって検索して、私たちと一緒に VTuber の世界へ飛び込みましょう。ここからは番組のコーナーをお届け、毒ガイちなみの脱獄チャレンジ。文化放送でラジオを担当するということは、つまりバラエティ番組のベタなことや声優さんがやるような可愛いことなどに挑戦しないといけません。私はそういうチャレンジを成功して無事に脱獄できるのか、リスナーの皆さんからはチャレンジ案を募集しております。ということで、いろんなことに挑戦しないといけないんですね。もう人生そのものが挑戦なのに、どうしてここまで来てやんなきゃいけないんですか。めんどくさー、マジで。どんなことやるんですか。今日は何をやるんですか。怖い怖い。ではメールを紹介していきます。ラジオネーム V 猫さん、ね、怖いのだったら嫌ですよ。ちなみ先生はじめまして。そして初めてのラジオのパーソナリティ、おめでとうございます。ラジオといえばやっぱりトーク、トークといえば滑舌が重要ということで、ベタベタですが早口言葉なんていかがでしょうか。えやだー、他のにしよう。ねえ、もうソシャゲ10万円課金チャレンジとかで10万円文化放送から出しますみたいなのないですか。もうなるー。 AI を使って寝る間も惜しんで真剣に、なんか適当にって書いてない、気のせいか、早口言葉を考えてみました。ということで今日はこちらの脱獄チャレンジをしていきたいと思います。早口言葉。いや本当に言いたくない。早口言葉はでも得意なんですよ。は？なんつった今。今なんかスタッフがでも滑舌悪いっすよねって、滑舌悪い声で話しかけてきたんですけど、マジジョークかなんかかこれは。いやーまあまあまあ、でもね、口はペラペラ回る方なので、うん、もちろんいけると思います。早口言葉ね、 e スポーツ代表選手なのでいけると思いますよ。まあ、では早速、まあまずね、固定試しにやっていこうと思います。はい、お題はこちら、ドクダミ、ドクダミ、ちなこい NG で毒画で答えよ。ほう、なるほど。何言ってるのか分かんないですけれども、はい、まあとりあえずね、やっていこうと思います。ドクダミなんですよ。そう、ドクダミ、ドクダミ、 OK です。ではいきます。毒ダミ、毒ダミ、ちなこい NG で毒画で答えよ。毒ダミ、毒ダミ、ちなこい NG で毒画で答えよ。毒ダミ、毒ダミ、ちなこい NG で毒画で答えよ。簡単すぎるぜ。余裕だよ。次持ってこい。来ました。次のお題はこちら、毒害、海外しく手術する。だるいやつ。手術室とかがだるいんですよね、本当にね。さあ、では、いきまーす。毒害、海外しく手術する。毒害、海外しく手術する。毒害、海外しく手術する。できてただろ。おい、無謀者たち誰かが殺してやる。出てこい。おい、顔見せろ、おい。モニターに隠れてんだよ。あ、やったー、正解。いや、できましたね。あ、ギリじゃないです。全然大丈夫ですね。いや、生成 AI ってこんなことできるんですね、今。はい。ということで、次行きたいと思います。お題はこちら。ちなみ先生、生成指図書見誤る。ん？見誤る。これ無理だな。いや、行きます、行きます。余裕です。ちょ、練習させて。ちなみ先生、生成指図書。はい。余裕です。いきます。ではいきます。ちなみ先生、生成指図書見誤られる。ちなみ先生、生成指図書なんなんや。おーピンポンって押せ、押せよ。生成指図書見誤る。もう一回、もう一回いきますよ。
ちなみ先生、先生差し辞書宮村ロロロ、しあみ先生、先生ロロ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 、はい、まるっと押せー、押せー、お前の家族がどうなってもいいのか、いいのか、いいらしい、強い覚悟を持って、くそー、まあ、これ惜しかったですね。まあ、リスナーもぜひね、やってみてください。でもね、まず文章が日本語としておかしいんですよ。そんなものでね、負けるわけにはいかないです。はい。次行きたいと思います。お題はこちら。独外ちなみ選手、走者一掃し、初出場で取り沙汰される。何笑ってんだ、おい。これ、これ考えたやつ、ちょっと後で話し合おうね。ちょっとね。はい。では、行きます。毒害、ちょっと待って、え、自分の名前で書いたよ、私。まあ、毒害ちなみ選手、走者一掃し、初出場で取り沙汰される。毒害ちなみ選手、走者一掃し、初出場で取り沙汰される。毒害ちなみ選手、走者一掃し、初出場で取り沙汰される。早口だろ、バカ。なんで今2回もしたんだよ。死ぬ前かな。いやでもね、何をもって早いとするかは私が決めるので、これは早口言葉いけてましたね。あー、やったー。これね、1個丸もらえるとね、5,000円もらえるんですよ。ありがとうございます、本当に。次行きたいと思います。お題はこちら。毒害ちなみのアルバム収録曲制作者さん現る。はぁ、血が昇ってきたぜ。では、いきますよ。毒害ちなみのアルバム収録曲制作者さん現る。毒害ちなみのアルバム収録曲制作者さん現る。毒害ちなみのアルバム収録曲制作者さん現る。ルルルルルル。イエーイ、今フランス語だと合ってたから、フランス語だと合ってたの。もうケチくせえなぁ、文化放送ってのは。はぁ、あ、ラジオ、ラジオ現る、あらららる、殺すぞ。なんかケチつけられたんですけど、どういう、文化放送ってこういうことする、こういうことして年収稼いでるんですね。信じられない。悪徳企業として Google レビューで星1つけて帰ります。はい、次行きたいと思います。お題はこちら。ちなみ先生、授業中頭上注意。いけますね。はい、なるほど。では行きます。ちなみ先生、授業中、頭上注意。ちなみ先生、授業中、ちちちち。笑っちゃったじゃん。可愛くなっちゃう。やっぱ可愛いからね、可愛くなっちゃうんですよね。ありがとうございます。はあ、そうは言ってね、みたいな顔してるけどね、気のせいですかね。はあ、そろそろ本気出すか。お題はこちら。バーチャル配信者、配車で配信。おお、いけるいけるいける。では、いきます。バーチャル配信者、歯医者で配信。バーチャル配信者、歯医者で配信。バーチャル配信者、歯医者で配信。よし、なんでだよ。ちょ、待って、自分でもう流すわ。携帯出して、ピンポーンってやつ。ピンポーン。バーチャル配信者、歯医者で配信。バーチャル配信者、歯医者で配信。バーチャル配信者、歯医者で配信。きたー、もう一回押して。気持ちいいから。わー、気持ちいい、最高。そこまで。なんか国王にでもなったかのようなファンファーレがされてたけど。さあ、ラストでございます。お題はこちら。 VTuber 世界進出、機種所属者ね。 OK、 言いづら。では行きます。VTuber 世界進出、機種所属者。VTuber 世界進出、機種所属者。ビッツーだ、キチク、チクチク。やめてる、わあ。ということでね、この問題はなかったことになりました。よかったー。ちょっとこれ後で写真撮ろう。こんなことやらせんだよ。もっとさ、女声優ってどうせさ、しょうもね、可愛いことやってんだろ、どうせなんか。
声優はね。声優こんなことしてねえよ、声優なんかどうせ。恥ずかしい、好きとかやってんだよ、そんな。しょうもねえ女どもがよ、こんなことやらされて。どういうことだよ、もうやんねえよ、もう終了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 終わりでーす、もう二度とやりません。ということで、もう私が不愉快になるかもしれませんとかなりました。引き続きね、こんな感じで私のチャレンジ案を送ってください。以上、毒貝ちなみの脱獄チャレンジコーナーでした。毒貝ちなみのちなみにガチ恋 NG でーす。来ました、毒貝ちなみのちなみにガチ恋 NG です。そろそろお別れの時間になってきました。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送毒貝ちなみのちなみにガチ恋 NG ですまで。メールの場合はちなみに @joqr.net、ちなみに @joqr.net まで、たくさんのメールお待ちしております。そしてこの番組、文化放送 V&R チャンネルにてアーカイブ放送をしております。こちらは放送終了後の毎週日曜日17時に更新されますので、リアルタイムで聞けないっていう方はアーカイブでもお楽しみください。また番組公式 X もありますので、こちらもフォローお願いします。ということで、3回目の放送だったんですが、今日はね、重大発表もございまして、覚えてます？何でしたか？なんで首かしげてんだよ。大丈夫か本当にこいつら。仕事してんのか。ということでね、まあ重大発表ということで、放送作家がね、すごい高い家賃の家に住んでるということを言わせていただいたんですけど、まあね、とてつもなく稼んでるんだなということで、まあ続いてのね、重大発表として、5月18日にリアルイベント、ガチイベントを行いますので、そちらのねチケットが4月28日に番組公式 X にて発表される予定ですので、皆さん楽しみにお待ちください。イベントだとね、まあ、リアルのねドクダミたちがたくさん来るわけなんですけれどもね、やっぱしたいことといえばね、やっぱり反省会したいですね。みんなで、ね、なんかこう書道みたいなの用意して、なんか写経とかして、みんなのね心を、まあ、綺麗にさせてあげたいなと思いますね。あとなんか私がこうリアルでこう回って、みんなにこう座禅組ませて人がパーンってやってくやつとかやりたいって感じで、みんなの心を清める、そういうリアルをやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。めちゃくちゃ BGM がブラカっぽいなあ。ずっと思ってたのよ、なんかブラカみたいだなって。パクリか。はい、あ、怖い、やめときますね。あ、でもヨスターか、じゃあいいや。あ、ブラカはやめといた。あ、そうですね、パラが怖いか。ヨスターは怖くない。はい、それでは今日はこの辺でお別れです。お相手は毒貝ちなみでした。また来週も絶対聞いてくださいね。もちろんガチ恋は NG です。バイバーイ。